その先やめてくれ、その先は言わないでくれそうなのよね。なんかしっかりその一瞬帰れたりはあるかもしれないけど、しっかりちゃんと家に帰れるのは、そうね、なんか青森からは帰れても、そのあとなんか東京でお仕事があったりとか、まあいろいろするので、結構大変っていう感じですね。ギチギチ、予定ギチギチです。師走延長戦、そうだよもはやそうだよ。年中しますよ気づいた？本当に誠にお疲れ様ありがとう。でもやっぱり何か多分、このお仕事もこのお仕事もまた次回はいつって決まってるからそう思うのかもしれないなって。なんかこれが最後って思ったらやっぱモチベーション違うんじゃないかなと思って、なんかそう思うようにして最近はお仕事してますねもしかしたらこれが最後かもしれないと思って全部お仕事してます。その方がなんかモチベにつながるから。なんか全然ステージに立てなかった期間があって、その期間がやっぱりすごい悔しくて、みんなに会えないのも寂しかったし、私的にはなんか何のためにアイドルになったんだろうって思ってた期間だったから、なんか実質丸2年ほどぽっかり空いてる状態じゃないですか。なんかそれがその経験がすごい全てを当たり前じゃなくしたというかだからそこからめちゃくちゃ考えるようになりましたね。なんかもしかしたら最後かもしれない。実際にコロナとか、まあ、他のことでも最後になってしまったことってすごいたくさんあって、だからなんか予期せぬ最後ってあるじゃないですかなんかそうやっていつも思ってたら全部当たり前のようにきちんとこなすだけじゃない何かが
ちゃんと私にできるんじゃないかなって思ってそう思うようにしてます。最近はずっと。でもきっと一生忘れないだろうなって思う景色をその時に見れてたから、私はね、もうその前にも仲良かったけど、後輩には見たことない子たちがたくさんいて、なんかそれを考えたら自分たちがいい時期だったとも言えるけど、逆にそれを経験させてあげなきゃいけない立場になったと思ったら、なんかやっぱりどうにもこうにも手も足も出ないみたいなところがあって悔しいですね。後悔といえばそれぐらい。だって結局48の名をもらってるから、そして最初の立ち上げの時にリエさん、ユキリンさんがいてくれたから、なんかそこまでいけたのであって、もしもそうじゃなかったら、なんかじゃあ何者でもなかったなって思って、結局人の力だったんじゃないかなってなんか思っちゃう自分がいて、でも自分が頑張ってきたことも事実としてちゃんとあるから、なんかそれは誇りに思っていいかもしれないけど、それをじゃあ後輩に還元できてるかって言われたらそんなことはないなと思うし、結局自分は楽しかったけど、じゃあもらったものそのまま渡せたかって言われたら多分半分も渡せてないから、なんか面目ないですよねもうほんとなんかそんな感じ。なんか後輩は後輩で自分でこう仕事頑張ってたりとか、それぞれ個性を生かしてねやってることもたくさんあるだろうけど、でもやっぱグループとして同じ方向を向いてないときっとずっとこのままだろうなって思うし、でもそれは今の運営が個々をきっと尊重してくれてるから、そういうふうに個人個人が頑張れてるわけであって、なんかじゃあ集まった時に強いかどうかって言われたらそんなことはないなって思っててしっかり個々の活動グループに還元できるような子がもっと増えたらいいなっていうのは本音ではありますね。はい真面目じゃね私真面目だよね。後輩からしたらいてくれるだけでも心強いと思うよ。いやそうなの。だからなんか私がいることによってじゃあできてることなんてある？ないよなってなんか結局私は何をしてるんだろうっていう自暴自棄に陥って死にたくなるからあんまり言わないでほしいんだけど本当になんか自暴自棄になっちゃう。大いにあると思います。
いや、そう、それは多分みんな私を応援してくれてるからそういう風に言ってくれるけど、私がグループにいてできてることなんて何一つなくて、なんかみんなそれぞれ頑張ってるからなんか活動できてることの方が多くて、無力だなって無力、無力すぎる、自分に腹が立つ。だからなんか私にしかできないことを探そうといろいろプロデュースだったり衣装だったりやってみたりしてるけど、でも結局なんかそれだってね、大人がいないとできないことだし、私が積み上げてきたものなのかって言われたらそうじゃない気もするし、なんか死にたい死にたくなってきた、やばい、ちょっとどうしよう、助けて、助けてくれ、どうしよう、笑い事じゃない笑い事じゃないんだよ、でも笑うしかないんだよ、私には何もできないんです、ただ言えることで少しでも NGT を知ってもらえたらと、それぐらいしかできないし人気もないし、死にたい入っちゃった入っちゃいましたね、今まで貢献して、いやいや何に貢献しました、私がグループに行って何が良かったですか、何もないです、何かできましたか、私がグループに行って何もないですメンバーが頑張ってただけです、私はそのおこぼれをもらってただけ、そう、私の周囲でリカさん称賛されて、本当に？具体的に、じゃあさ、その歴史上の人物でもさ、何々をした人って乗るわけじゃないですか、それで言うと私は NGT の歴史において無名だなって何々の人って言われないじゃん、何かを成し遂げたわけでもなく、ただ漂っていた8年間あのでも自分があの生きていく上ではすごい楽しかったし今も楽しいんですけど、まあ私に分け与えるまでの力がなかったっていう話ですよね、すいません(笑)自暴自棄になってきた、
エンジン日産日産の CM？ でもいやそれは私じゃないよ、多分ファンの人たちですよね。私は何もしてなくて、ファンの人たちがきっと応援してくれてるから成り立つので、なんかそれでも私はわがままをさ通そうとしてみんなに当たることもあるじゃないですか。そういうこ時だってまあまあって一緒にいてくれた人たちすごくねって思ってて、そう、いやだっていやそのバラエティとかに出てたのだって私は結局嫌だったしなんかそれのおかげでって言われてちょっと救われる部分があるんだけど、でもだからといって何をしたってわけではなく、それだって拒否しながら出てたしなんかどっちかっていうとメンバーの悪口言ってた時の方が多かったから逆に迷惑かけてたんじゃないかなと思うし、嫌だったの？え、嫌だった嫌だった嫌だったすごい嫌だった、そう、バラエティ嫌だよ、ずっと言ってるじゃん私ここに来て今更何を。そうやって振り返って自分のことを考えられてるって素敵だと、ありがとう、救われます、みんなのその言葉で。これ使ってるの、ディオールのねハンドクリーム、これファンの方にいただいたやつです。ありがとうございます。今洗い物とかお風呂掃除とかをしてて赤切れができちゃって、こことかねめっちゃ切れて、あ見えないね。切れたりここもカサカサなんだけど、これのおかげで潤ってます。しかもいい匂いする。ありがとうございます。これでもいろんな人からハンドクリームって本当にいろんな人からもらうんですけど、まだこれディオールのやつだけどジルとシャネルかなかなんかどっかのやつもいただいて、それまだ使ってない、だって冬しか使わないじゃん、手汗ひどいしだけど赤切れある時とかすごい助かってます、ありがとうございます、全部使います、一生で使い切りますの出た番組は見るの見るときと見ないときありますね。やっぱ忙しいと見れないから、もうどうでしたかっていうツイートだけするけど、なんかでも自分の顔なんかテレビで出てんの見て吐き気してくるんだよね、なんかキモキモキモって無理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 、死ねばいいのにこいつって自分に思っちゃうから見れないあんまり、キモキモキモ MV とかもねあんまり自分で見るの好きじゃないのだからみんなにたくさん見てって言ってるんだけど、
歌番組、確かに出たいね。でもなんか以上望んじゃいけない気がして、なんか常にそうなんだけど、私なんかこれ以上望んではいけない気がして、なんか申し訳なくて、もう前に立とうっていう気持ちも本音を言うとなくて、私それがなくなった時がアイドルの賞味期限だってずっと思ってたんですけど、なんかとうとうそういうタイミングが今来てて、なんかでもね、アイドルやってるのは楽しいの。みんながうちわとかサイリウムとか持ってきてくれたり、お話も好き、お話し会もすごい好き。なんかショールームでコミュニケーション取ってるつもりではいるけど、1対1で話せるのって全然ないし、私は待ってることしかできなくて、みんながね時間とかお金を割いてその日に会おうって思ってくれないと会えないわけじゃないですか。だけどそれがこう私のために、だから私初めて来てくれた人とかに最初に絶対なんで来てくれたのって聞くんだけど、そうするとみんな当たり前かのように会いたいからだよって言ってくれるんだけど、それって当たり前じゃないから、うん、なんかだからすごいなって思ってる毎回。ファンの人たち優しいなって。今日この配信近いうちに東京から小山に、え、嬉しいです、来てくださいぜひ来てくださいぜひ。でも本当会いたいです、会いたいから来ました、何の迷いもなくみんなそうやって、なんで来てくれたのって普通に私は純粋に聞いてるんだけど、そしたらなんか、え、来ちゃダメでしたかみたいな感じになったりとか、会いたいから来ましたみたいな当たり前みたいな感じで答えるけど、でもなんか私はそういうんじゃなくてそういうんじゃなくてきっかけとかを知りたい、何々で見て気になって来ましたとか、なんか来ようと思ったきっかけを教えてほしいからなんで来たのって聞いてるだけなんだけど、私のイメージが多分怖いから、しかも初対面だとまたね、なんか塩みたいなイメージがあるからきっとなんかそういう風に聞いてくるんだろう、なんで、なんで来ちゃダメだったみたいなそう、私の聞き方がいけないのかな。でもね、すごいそういうのも楽しいの。だからあの、そう、そういうこと、 why じゃなく how、 そう、そういうこと、 how to が知りたい。会いに行く気にさせるの、違う違う、でもなんかすごいなって、すごいことだなって、一人の女の子にさ会いたいなと思ってさ、なかなか自分のさ時間を割けないですよやっぱり。しかも私なんかにって思ったらなんでって思っちゃうわけさわかり、お分かり。
京子の配信を見て聞くルックスが好き。あ、ありがとうございます。リカちゃんはエヴァオフと思っていた。へえ嬉しいです。でもすごい楽しいからいいんだけど、でもやっぱ賞味期限だなって思ってます。アイドルってキラキラしてなきゃいけなくて、なんかそこに疑問を抱いたらもう終わりというかあれなんでキラキラしてなきゃいけないんだっけって思っちゃったらもう終わりっていう。でも一生のうちでとてもじゃないけどこんなに何最低で最高の時間はもうないが表現としてすごく正しいんだけど、私の中ではね。みんなはちょはってなるかもしれないけど、ほんとなんかもうないだろうな、これ以上も以下もないだろうな。と思っている。お手紙書けるようになったら、お手紙ください。お手紙すごい好きです。その人には経験できない時間。そうだねでも私たちは普通のことを経験できてないよ。それはねやっぱちゃんと均等になるようにできてるんです日常でやっぱ機械の不均等っていうのを感じることが多いかもしれないけど、あのね本当にねトントンになるように人生できてるいや本当にこれマジで思う。いいことも悪いことも同じだけ起きてて、いいことには気づきにくいだけなのよ。悪いことばっかりこう脳みそを蝕んでくるだけで、あのいいこととかちっちゃい幸せみたいなものに気づかないだけで、多分みんなトントンになるようになってますきっと。その機械の不均等はきっと自分が見逃してるだけなんだよね。そう、トナシバです、トナシバ
そんなあなたに聴いてほしい「ニア」という曲があります。ねえニア。私はこの曲に500億回ぐらい救われてる。やっぱ劣等感とか嫉妬が一番醜い感情だと思う。私は人間の感情の中で人と比べてはいけないんです。そう、あの子はこうなのに私はなんでって思っちゃいけないんです。そう、これを思うことによってどんどん自分を貶めていくことにみんなは気づいてない。そう、トナシババ捨ててください。トナシバ概念は捨ててください。いいことに気づかないは深い。え、気づかなくない？なんか今自分幸せなんだってあんま思うことなくない？どう？なんか例えばお風呂入った時とかこう体にちゃんとこう刺激のある神経を刺激するものにはあの人間ってこう幸福を覚えるのはすごくわかるんだけれども、人の見えない優しさに気づきにくいんですよ。やっぱりなんか今のこれ優しさだったなみたいなのってあんま思わなくない？そこに金銭とかなんか何可視化された何かがあれば人は幸せだなって思えるかもしれないけど、見えない優しさって本当に気づかないんですよね。そうで亡くなった時にようやくあれは優しさだったんだって気づくんですよ。それが本当この世の真理。そう、なんかやっぱだから大事なものって失ってから気づくって言うじゃないですか。本当にそれは本当にそうなんですよ。なんか人に優しいなってちゃんと思える人はその人も優しいんだと思います。きっとちゃんとその受け取れる器を用意してる人。なかなかそうはなれないんですけどね。
その器持ってる人なかなかいないんですよね。そういう人がちゃんと持ってるから分け与えられるんですよね。私気づいたんです、この25年間生きてきて優しい人って自分もちゃんと優しさを感じてるから人に分け与えられるんだなって。だから優しくされないなとか、なんで私ばっかりって思ってる人ってずっとそのままなんですよ。優しさを認識できた人にもしたいと思えるもんね。そう、本当そう。深いこと言ってるよね、私今でもこれが私25年間で気づいたことなのなんか自分はなんかその器の存在に気づいてはいたけど、素直に受け取れない人だったので、なんか なんかこれを素直に受け取ってしまったら見返りを求められるんじゃないかとか、いろいろこう小賢しいことを考えて、なかなか人に心を開けずにいたんですけど、優しさは優しさで返ってくるということに最近気づきましただからなんか見返りを求めてるわけじゃなくて、私が多分この人に優しくできてたから優しくしてくれたんだろうなって。だからそうすると自分のこの何自己肯定感もちょっと上がるし、素敵だなって思えるようになったので、なんかもしその人がすごい冷たくて嫌な人でも優しくするように心がけたらきっと帰ってくるはずですで、まあそこまで分かってる私が切れてる時あるじゃないですかああいう時って確実に自分に不利益が被った時しかそうなってないのでそう、なんかまた仲いいか割れてんのみたいな感じで思われるかもしれないけど、だいぶ減ったよねえ、そう思わない？だいぶ減ったよね。どう？いや、だいぶ減ったよ。なんか相手が人間ってちゃんと分かった上でしっかりと話すのと、なんかただスマホに向かって文字を打つのは全然違うなとも最近思うんですよ。やっぱなんかアンチとかってそういう風に考えてるからできないんだろうなって思うけど、でも私は相手が人間って分かった上でさらに口頭で伝えたり LINE で書いても
分かってくれないなって思ったら対外的に発信する。あそこに書いてるのは最終手段だと認識して、あ、分かってくれてた、そうなんだよね。でも SNS ってむずいよね。私ね、あれだけわかんない。なんか人の顔色を伺いながら投稿しなきゃいけない謎の現象あるじゃん。わかる？SNS なんてさ、自分の好きなようにさ、こう書く、自分を表現する一つの方法としてもそうだし、でもなんかこれを書くことによって、その何、その人に関係のないことでも嫌な思いするかなって一回考えるのはすごいいいんだけど、むしろしてくれって思うんだけど、なんかそのなんて言ったらいいの、自分が悪くないのにその人に向かってなんか謎にこう気を使わなきゃいけないタイミングがあるじゃん。いや、わかるでしょ、言いたいことわかるでしょ。なんかそれこそ私だったら、え、わかるでしょ、なんかそれ嫌じゃない？むずくない？むずいなって思っちゃう。なんか人に対する悪口は書いちゃいけないと、もちろんそれは気遣ってくれっていう話なんだけど、そうじゃなくて自分があげたい内容をあげるときに誰にも関係ないようなことね。でもみんなだったらそのおしめのこと、私のことに対してこう何か配信ありがとうとか何でもいいけど、あげるときにさ、なんかわかんないけどこの人に見られたくないなってない？いや、オタク仲間でもそうだし、私だったらメンバーとかスタッフさんとか、わかる？え、めっちゃわかるでしょ。え、わかる？なんか別にその人関係ないの、そう、直接的な関係はないんだけど、なんかでもなんかこの人に見られるの嫌だなみたいな。なんか変に勘違いされたら嫌だし、別にそういう意味じゃないけど、なんかマウント取ってるみたいな風に思われたりしないかなとかさ、わかる？あ、そう、誕生日とかもそう、一人祝ったら全員にしない、なんでリカちゃんこの人しか祝わないのって言われたりさ、違うんだよって。そうじゃないんだけどな。でも気にするんだよね、すごい。考えすぎて投稿を諦める。え、すごいわかる、その気持ち。私もすごいあるの。なんか
単なる宣伝ツイートでもさ、なんかこれもしかしたらメンバー見たら嫌な気持ちになるかなとかって考えちゃうんだよね。最近特にそう。でもさ、私にとってはそんな気持ち一切ないけど、もしこう勘違いされたらどうしようとか、なんかわかるわかる。誕生日は全員、あ、誕生日はね私やらないんです。裏ではちゃんと言ってるよ。あの LINE したりはするけど、誕生日個人でそのツイッターで表でやる意味が私あんまり分かんなくて、あんまり分かんないのよ。その子にだって伝わってればよくない？なんか世間体気にして無理して祝ってるみたいな風に思われたくもないし、なんかじゃあこの子のことはなんで祝わなかったのとか、別に仕事でさツイッター見れない時だってあるじゃん。なんかそういうのが出てくるから、絶対表ではあんまりしないようにしてますね。この子のこと嫌いなのとかさ、私はだから裏でやる。なんか別に祝ってる私見てみたいな風にもなりたくないから、なんか私そういう風に見えちゃうんだよね、表で祝ってる人って。だから私は一律そうしてます。特別すごい表で祝ってくれた子とかにお返しをしたりするのはするけど、でももうやっぱりしないね、ほぼ。あのね、もうねこんだけやってたらね、メンバーにねこの子が好きこの子は嫌いとかないこの子はそういう子なんだって思って付き合ってるから、なんか仕事仲間だし、なんか「この子のこういうところはちょっと嫌だな」っていうのはあるかもしれないけど、この子のことが嫌いとかそういうのはね一切ない。あまり裏は思ってないよね、私はね。なんなら裏での方がケアしてるぐらいだよ。もう疲れちゃうから自分自身が、だから、ないですね。好きとか嫌いとかもう繊細な方でいらっしゃると思っています。はい、ハイリーセンシティブパーソンなのでHSP なので、人が話してる表情とかで分かるんだよね、機嫌が。なんか無駄に昔から勘が良くて、あ今この人怒ってるとか、笑ってるけど怒ってるとかすっごい分かるの、ちっちゃい時から。だから幼稚園の時の記憶がすごい凄まじくて、
なんか小学校の記憶ほぼないんだけど、その時一気に受け取ったの、人の喜怒哀楽を。なんかだから怒ってる人とか見ると、幼稚園の時に怒ってた人の顔で再生される時があるの。キモくない？だから私、ね、幼稚園のね頃の記憶が鮮明すぎて、あとなんか全然関係ないけど、すっごい電話とかで怒鳴ってる人がいたんだよ。なんか多分会社の人なのかなか分かんないけど、新幹線のさ、この何電話してもいいゾーンあるじゃん、あそこでめっちゃ怒鳴ってて、それで気分悪くなって、若干なんかもう吐き気とかしてきて、え、もう怒んないでと思って死ぬかと思った、マジで。あれ超気分悪くなった。しんどいのよ、すごく。しんどい。だから多分人の倍ぐらい受け取っちゃうんですよね、なんか感情を常にこう人の顔色を見てるから。なんかこれ言うとみんな心配しちゃうかもしれないけど、ガチで息できなくなった、その人のこと話聞いてて。なんかなんでこんな高圧的な喋り方するのって思って、しかもすごい声でかくてね。いや、もうあんま思い出したくないんだけど、お前分かってんのかみたいな、ずっと叫んでんの、怖っと思ってなんかいや、そう、息できなくなってきて、それでなんかもう怒んないでと思って涙出てきて、ちょっと結構しんどかったんですよね。それさ、でも多分もう体感1時間ぐらいずっと怒ってて、その人一人で泣いてるやばいやつになってた私しんどすぎて。そう、もう吐き気してきて、ここにマックの袋スタンバって、やばい吐くかもと思って泣きながら吐きそうになってた。いや、もう本当に、嫌だった。怒鳴る人嫌だ、大きい声出す人が嫌なの。なんかわーってなんか声張って喋る人とかは全然好きだよ、なんかハキハキしてていいなと思うけど、なんかこういきなり急に大きい声出す人とか、なんか夜中さ、酔っ払いとかがさ、うわーみたいに言ったりするじゃん、ああいうのとかもビクってなるそれで心臓ドキドキして、やばい眠れないってなったりとかしちゃう。びっくりする、やだ。何言ってる、やだ、怖い。
なんかそれが自分のさ、それがきっかけでその自分の嫌なこととかトラウマがフラッシュバックして、本当にね、今も今話してて具合悪くなってきた。もう本当に嫌だ、本当に嫌なの。なんかそのあのさ、一回さ、ショールームでもさ泣きながら言ってたことがあるんだけどさ、あのさ前のね、その支配人にめちゃくちゃ怒鳴られたことがあって、もうそれがもう本当にね、私もう本当に、あ、死んだ方がいい自分ってもうそこまで言ってた、もう死んだ方が楽になれるこれと思うぐらい辛かった。それってさ、みんなから見てあれはどうだったの？ちょっとひどいと思わなかった？そう考えたら今マジで幸せだなって思うよ私。ひどいと思わなかった？あれちょっともう本当に私、人にされた嫌なことベスト3に入るんだけど。いろいろトラウマあるけど、あれも結構衝撃的な。大人になってからさ、大人っていうか、まあ私もその時も二十歳超えてたからね、なんかなんか全てを否定される感じわかる？人格とか性格とか言葉の端々になんか直接的にはそんなこと言ってないんだけど、お前なんか消えろみたいなことを言われてるような気分になる。だから逆に才能だなと思って。なんか人にそんなひどいこと言えるんだっていう。なんかさ、叱られる時ってなんか愛情があるなって私でもわかるんですよ。なんか私のこと多分思って言ってくれてるんだろうなこの人はっていうのって結局伝わるじゃないですか。なんかすっごい怒られるの嫌いだけど、そういう時ってでも分かるの、あ、この人多分私のこと思って言ってくれてるんだろうなってちゃんと感じ取れるからこそ、なんかその人はもう本当に全てを否定して、そう、暗闇で飲み込んでいくみたいな。魔女。なんかもうすごいなと思って、一種の才能だ。いや、やばいよね、そうなの。後から調べるこの人思われてて、いや、やばかったよ。もうバッタバッタ人が倒れていくの、もうなんかその人の言葉で、それを見てるのも辛かったし、自分もね被害者になってるし、なんかどうしようもできなくて、でもなんかさ、そういう風にグループをしてしまったっていうちょっと自分への罪悪感もあるじゃん。なんかわかる、あの時結構グループ的にもあーってなってたし、なんか一期生としてそういうのもあって、まあ、余計に自分のことを責めるわけですよ。その上からさらになんかこう切りつけられるみたいな。なんか、え、死ねばいいじゃんって思う。そう、やばい、やばかったあれマジで、もう本当にトラウマ。人にあそこまでひどいことができるんだって思った。なんか初めて出会ったそういう人種に。
いじめっ子がそのまま大人になりましたみたいな人だったな。グループ全体はリカ様のせいではないし、いやでもさ、なんか直接的にはそうじゃないかもしれないけどさ、なんかわかる？なんか私もここで発言すべきじゃなかったのかなとかさ、いろいろ考えることがあったわけですよ。でも私が何か言わないと八方塞がりじゃんって思ってたこともあって、まあ SNS で書いたりとかしてたんだけど、怖かったね。今考えたら信じられない。今の体調でさ、多分同じことが起こったら私この世にいないと思う。それぐらい辛かったマジで。一番しんどかったね。今はもう本当にみんな優しくなったなって思います。でもその時期を経たからっていうのもあるのかな。なんかちゃんとメンバーの意思が尊重されるようになって、私はその点だけは本当に今の運営にすごく感謝してます。やっぱりちゃんと気持ちを聞いてくれるだけでさ、なんかこうメンバーとしてはありがたいというか、メンバーってね本当に一人暮らしをしてて、私がそうだったから一概にみんなそうとは言えないんだけど、でもその愚痴る場所がないのよ。で、まあ、メンバー同士で言うのもちょっとあれだし、なんかメイクさんとかにポロッとこぼすみたいなことがまあ多いんだけど、だからメイクさんはもう全てを知ってるよ多分。NGT とか他のグループもそうだけど、メイクさんにってなんか髪の毛やってもらってる間喋りやすいんだよね。だからなんかそういうので喋ったりとかぐらいしかすることがなくて、だけどなんかそういう話を運営にじゃあ直接、私はこうやってこうやってこういうのが嫌で、だからすごい辛かったんですよね。こういうところを改善してくれたら嬉しいなって思ってるんですけどみたいな話を直接できるようになったっていうのはマジで進歩だなっていう。それだって直接運営に言うのでかくない？そういう雰囲気でいてくれることにも感謝だし、なんかしっかりそれで改善しようとしてくれるのもすごいありがたいなって思う。だから私今の運営にはすごく感謝してるんです。言うてもここまで活動できるようにしてくれたっていうのもそうだし、メンバーのメンタルをしっかり保ってあげれてるのもそうだし、なんかだから卒業が多くなったのはみんなかなんかちょっと寂しいなって思うだろうけど、それだけその意思が尊重されるようになってるんですよ。わかりますか？これってその裏返しで、
そうメンバーがじゃあこういうことをしたいから卒業しますっていうのをしっかりこう受け止めてくれる人がいるから言いやすくなってるし、なんかじゃあ次のステップに進むためにどうするっていうこともちゃんと聞いてくれるような人たちだからみんな安心して卒業していける環境なんじゃないかなって思ってて、だからそれが裏目に出てね、いっぱい卒業していくグループなんてクソだみたいに言われてるけどそうじゃないのよ。なんかだってさ、もう冷静に考えて2期だって5年やってるし、進学とか就職とかそういうことを考えたらまあ妥当だよなっていう気のいいところまでは来てるんじゃないかなって思うし、一期なんてなおさらね、多分見送ってきた時期がたくさんあっただろうから、だからもうなんかそれほどちゃんと向き合ってくれる運営なんですよってことは私は声を大にして言いたい。ただスケジュール来るのは遅いよって悪いことはちゃんと言ってるし、いいこともしっかり言ってるから、これを本当信じていいです単にマネージャー業に関してはできない人の方が多いけれども気持ちを尊重してもらえるようにはなったというそう、これはガチです。はい、やめさせてくれないもん。いや、そっちの方が辛いよ。卒業させられることはまずないから、なんか理由がない限り、その大きな契約違反とかねなんかに卒業させられるってことはないから、なんかその卒業したいですっていう提案をしっかり飲み込んで、次に何したいか決まってるのってちゃんとこう話を聞いてくれる運営だから今こうなってるだけで、だからまあみんなからしたら本当寂しいと思うんだけど、私も見送るの辛いけど、まあ妥当なんだよね。理解してくれた？なんか だから一概に運営がクソだーみたいな感じには私はならないでほしいというか、まあ、スケジュール来ないのはクソだよ間違いなくね。だけどあの私 あの決めてるスケジュールに上からかぶせてスケジュール来るのはクソだよ間違いなく。だけどだけどなんかまあその点を改善してくれたらだいぶ良くなった方なんじゃないかなっていう。何でもかんでも運営が悪いよ。うん。だしなんか結構そのどうしたらいいと思うって私にも聞いてくださることが多くて、半分運営みたいなことしてるから私も傷つくかもマネージャー業務に関してはマネージャーに任せてるけれどもなんかこうの方がいいんじゃないとかって私も結構メンバーとして意見を言ったりすることがあるから、なんか運営クソだなみたいな言われてるの聞くと一概にそうではないよっていう。そうするしかなかったんだよこの時はっていうのが去年はたくさんあったね
仕方ないじゃんってまあそれは仕方なかったんで、運営も人がやってんのって思ってたけどだからどっちかっていうと、そうね、言葉を胸にしまいます。でも私がそこまでさ、こう何肩持てるようになったっていうのがまずすごい。この怪物を怪獣してこクソみたいなこのわがまま怪獣、怪獣してちゃんと扱えてるのすごくない？間違いなくリードされてるよ私ここに間違いなく。え、でもさ、なんでって思った時、私もなんでって聞くんですよ。こうでこうでこうだよって言うと、確かにってなることが多いからいや私違ってたら違うって言うから、筋は通ってんだなってそれ大人からしたらそうだよな。だから協力できることはしてあげたいなと思うし、逆にこんなの協力できるかって思ったらしてないし、でもそれでいいよって思われてるから思われてるから、うん、いい関係性なんじゃないかなと思います。でも間違いなく言えることは、岡田さんはマジでいい人、本当に岡田さんってマジでいい人、なんか多分優しさでできてる主成分優しさです。あのあれねドラマの言葉、うん、バファリン、ガチで。お母さんは本当に優しいな、私は心から思いますね私人のことはあんまりこうやって言わないので、そこは信じていいですよ。少なくとも岡田社長のメンバーの顔色良くなったとは思ってる。でしょ？そうなのよ。かき氷くれるし。かき氷で釣られてるやん。そんなことない。そんなことない。でもメンバーに対してちゃんとこう向き合おうとしてくれてる姿勢が私は素晴らしいと思います。メンバーの意見からして、下の色は悪く、うまいこと言わんでええねん、ブルーハワイかなじゃないよ、かわいい食べ物で付けされて、いや餌付けされてるのもちょっとあるかもしれない。美味しいご飯食べさせてくれる人っていい人だなって思っちゃいますからね、人間私食べ物くれる人好きだし、ね、いやそうじゃなくてそうじゃなくて、偉そうに言わせてもらいますけど、あの本当にすごいなって、こんだけの人数ちゃんと
話聞いてあげられるのすごいなって。だけど逆に勘違いされやすい人でもあるよね。なんかその一方の話を聞いたらもう一方の話も聞かなきゃいけないっていう感じではあるけどさ、その一方の話を聞いてる時にさ諦めちゃう子もいるから、なんかなるほどねって、私の意見は聞いてくれないんだみたいな、そうなるとその子からはすごく見え方悪いんだろうなって思って、でもどっちの意見もわかる、どっちもわかんの、私メンバーだし、あのかといって8年やってるからわかんのよ。なんかまあって言ってみたらってだから言うけどね私。でもそれ多分聞いてくれるか言ってみたらって言うけど、いやもういいやってなっちゃう子はなっちゃうよねって。私もどっちかっていうとその節あるしね、なんかあーはいはいそういうことねみたいな全てを察するカレニンでも絶対やりたくない仕事でしょ、若い女の子たちに板挟みになっちゃうよ美味しいよね板挟、誰によっては変わってしまうもん。そうそうそう、喧嘩両成敗なんですけどね。なんか何にせよ綺麗で残酷な美しくて儚い世界ですここは、はい、やめたい地下だから羨ましいでもみんなが言うからやめないよ、もうちょっと頑張るね結論やめたい心の声がおっと危ない、心の声おっと危ないとか多分ね出てたけどね 100% セーフ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 最近私動きキモいんだよね、あそんなこんなでも12時になりますねじゃあランキング読もうかな。8位がリュウジさん、7位がサトルさん、6位がゴーちゃん、5位がイサガさん、4位がモトキチさん、3位がチョロスケさん、2位がホッカーさん、1位がホリモキさんです。ありがとうございます。あー寒いな。え、待って暖房ついてんのかな、え、ちょっと暖房ってどうやってつけるの、え、待って待って行かないでみんな、ちょっとあの2分暖房のつけ方教えて私に、え、わかんないわかんない、ちょっとあの行かないでみんな、あと2分で行っちゃうみんながちょっと暖房のつけ方ちょっとあの行かないでみんな、まだちょっとちょっとリモコンがないな、リモコンってなんだ、ちょっと
ちょっと待って、みんな行かないでくれ。これ何？あ、これだ、タッチパネル、まさかの。いやいや、やめてやめて、30度にするから。私これ30度、ちょっと、やめてよ。暖房になってんのかしら、暖房ってどうやってやるのかしら。やばやば、終わっちゃう。はいはい、終わっちゃう、ちょっと終わっちゃう。じゃあね、はい、みんな寒かった みんな良い夢を見てくださいね。おやすみ。ちょっとなんかトラウマの話したら具合悪くなって気持ち悪いんだけど、バイバーイおやすみ、ゆっくり眠るのよ。